平成27年台風第13号は2015年7月30日に発生した台風。進路図7月末にかけて日付変更線付近に発生した低圧部が次第に発達。合同台風警報センターは7月30日に熱帯低気圧番号 13W を割り当てた。13W は30日21時にマーシャル諸島の北緯13度60分。 統計159度30分で台風になり、アジア名、ソーデロアと命名された。精神した台風は2日に、マリアナ諸島の東の海上に達し、3日にかけて、中心気圧を24時間で55ヘクトパスカル低下。中心気圧925ヘクトパスカル、最大風速秒速50メートル、最大瞬間風速秒速70メートルの非常に強い台風になったが、 その後も勢力を強めて4日0時には猛烈な台風となり4日3時には中心気圧900ヘクトパスカル最大風速60メートル最大瞬間風速85メートルに達した台風はフィリピン時間5日8時にフィリピンの監視領域に達しフィリピン大気地球物理天文局によってフィリピン名ハンナと命名された勢力を弱めたものの 再発達しながら非常に強い勢力を保って、先島諸島に7日から8日にかけて再接近。8日6時頃に台湾に上陸。同日12時に台湾海峡へ抜けた。かなり勢力を弱めたが、暴風域を伴って9日0時頃に河南に上陸。9日21時に北緯28度、東計116度で熱帯低気圧になった。 確定値の発表では、河南に上陸後太平洋に抜け、この年2個目の復活台風となった。また、台風12号と連続した。2日夜から3日未明にかけて台風が直撃。サイパン島では強風によって、電柱の倒壊による停電やガソリン不足や、インフラへの被害が出たほか、沿岸部の一部住民が避難所に避難した。台風は8日早朝に、 東部のカレン県周ン林橋に上陸した後、台湾中部を横断した。上陸前の24時間雨量が300ミリを超え、ギラン県では総雨量が1200ミリ以上となるなどして、各地で洪水や土石流が発生。死者5名、行方不明者5名、負傷者は少なくとも185名を数えた。この台風のアジア名サウドラーは、この台風限りで使用中止となり、 自順からは、サウドルというアジア名が使用されることになった。ありがとうございます。